湯名山温泉旅館ことぶき亭料理長をやらさせていただいてます武藤健一です。ご家庭でも簡単に、作れるという料理の内容といたしまして、和風アヒージョをご用意させていただきました。和風ということで、あとは湯の山、山の幸ということで、わらびをご用意させていただきました。こちらが、鷹の爪、ニンニク、山椒の葉っぱ、木の芽ですね。でこちらが黒胡椒となっております。湯の山といえば、ジビエということで、鹿肉のヒレ肉をご用意させていただきました。そのアヒージョに使う油ですね、今回は太白ごま油を使用して、作っていきたいと思います。でわらびの下処理といたしまして、だいたいこの一房ですね、これぐらいの量に対して小さじ1杯の重曹をご用意してください。で生のまま、塩で軽く揉んだ後、さっと洗い流して、このようなバットなどご家庭にあればいいと思うんですが、それに入れていただいて、でその小さじ1杯の重曹を入れていただく。そして沸かせた湯ですね、沸騰させてある湯をそのままかけていただいて、でアルミホイルをかぶせて、で半日から約一晩そのまま放置しておいてください。そうするとわらびのアクが抜けますので、それを使用してください。で和食では寸切りっていう言葉があるんですが、この寸切りっていうのはだいたい一寸が 3.3 センチ、で、まあ、その大きさがだいたい一口大というふうに言われております。鷹の爪は中の種を取っていただいて、でこの種も箸で中をくるくるっとつついてあげると簡単に取れますので、でこの種が辛み成分が強いと言われてますので、しっかりと取るようにしといてください。でこの種を取った鷹の爪をだいたい5等分から4等分にカットしておきます。そしてニンニクですね。ニンニクは皮を剥いて、でこれをすりおろしてください。もともとはアヒージョっていう言葉の意味なんですが、ニンニクを使ったっていうところからも来てまして、ニンニクは欠かせない料理ということもあるので、ニンニクを使用します。続いてこの鹿のヒレ肉ですね、こちらをカットしていきます。油でコト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 火を入れていくにあたって、今このような感じで薄くスライスですね、こんな感じで切っていただいた方が火が入りやすいので、香り付けで黒胡椒をまぶしていきます。アヒージョに、必要不可欠な油ですね、これを合わせていくんですが、こちらの旨味だしで、ご家庭でこの旨味だしどうやって用意したらいいんですかっていうところなんですが、ご家庭でよくある麺つゆとか白だし、よくスーパーとかにも売ってますけど、そちらを使用しても全然大丈夫です。この太白ごま油 200cc に対して、そのうまみだしですねを大さじ1杯入れます。でもちろんこれ冷めている時に混ぜ合わせてください。でこれで別に火を入れても飛び跳ねたりそういう心配もございませんので、今回盛り付けのポイントといたしまして、その肉ですねに火が入りやすいようにするために、なるべく平らに、こんもり盛るんではなく、なるべく平らに盛り付けるようにお願いいたします。で一番下にわらびを引き詰めまして、続いて、鷹の爪、そしてニンニクですね、先ほどすりおろしたニンニクを本当に少々、そしてカットした、鹿肉で、太白ごま油を入れていきます。でこの太白ごま油の量なんですが、一番下に引いたわらびがちょうど浸かるか浸からないかぐらいの量で大丈夫です。そして一番上に香りの山椒の葉っぱですね、これが結構決め手になりますので、香りよく仕上げるために、このぐらいの量入れていただいても全然大丈夫です。そして、火をつけていただいて、だいたいとろ火で5分から6分、中に入れていただくその肉に
火が通ればもう完成という形になっております。ご家庭でもし散策など行かれて山菜など取っていただいた時にはこの和風アヒージョを思い出して作っていただくのもいいと思いますし、今回、鹿肉をご用意いたしましたが、肉でしたら、どんな肉でも大丈夫だと思いますので、ぜひお試しください。